はい。ひりびり法則区、M キャストのまこねーです。はい。えっ、ー、とね、今日はいつもね、パソコンに繋いでるマイクからお話ししてるんですけども、今日はもう布団の中で転がりながら、転がりな,がら,がりながら、転がりながら、ちょこっと配信収録してます。はい。まあまあ、いろいろ事情があって、あの、まあ、ぶっちゃけた話をすると、あのー、 ねえ、4日のライブのために、今日はちょっとね、ボックス、カラオケボックス行って、ちょっと練習しようかなと。練習というか、まあ、大きい声出して歌わない、もう全力で歌わないと、詩がなかなかね、入ってこないのよ。そう。まあ、あの、野外のライブだと思うから、あの、野外でも屋外でもそうだけど、えっとね、撮り直しが効くわけじゃないからさ。だから、あの、うんと、 ね一発、一発弾。そう、だからまあ、歌詞の間違いとか、もまあ、ね、多少歌詞間違ったところでさ、聞いてる人も収録してるわけじゃないから、まあ、言っちゃいいけども、うんと、詰まってさ、あの、歌えなくなっちゃうっていうのはちょっと避けたいと思って、まあ、しっかり頭の中に歌詞を入れて、まあ、歌詞を入れ込んでもさ、失敗はするわけだから、 まあね、どうなるか分からんけども、えっと、準備しようと思って、まあ、ボックスで全開で歌って歌詞を入れていこうと思ったんだけど、そう、まあ帰ってきたら、そう、もうそんな気力もなく、<laughs> そう、あの、うんと、ちょこちょこっと食べたらもう古典グーって感じで寝ちゃって、気がついたらもう日、みたいな。 そう。しかも、こう、今日はね、えっ、ー、と、ワケアリダイエットウォークも歩きながら話してたんだけど、保存するの忘れちゃったっていう大失態をして、これね、実は、2本撮りしてて、えっ、ー、と、本当数分前までワケアリダイエットウォークを撮ってたの。うん。で、今は、えっ、ー、と、M キャスを撮ってるんだけど、パソコン自体は、あの、パソコン自体っていうか、うんとね、えっ、ー、と、収録自体遅くなっちゃったのは、 そう、まあ寝ちゃってたのもあるんだけども、今、あの、うんと、ゴールデンウィーク、ウィークだこれも廃止してるのは多分3日だから、まあゴールデンウィークのお休みの方も多いと思うんだけども、まあ3日からね、あの、公開されてる映画ってあって、そう、急遽ね、あの、今日の、今日、ん映画は大人の教科書の収録も今日やったの。 まあ、それをね、コーディングさせてるとさ、まあ、私のパソコンね、まあまあ、結構古いパソコンだから、あの、うんと、もう、もう、他にね、あれこれ、作業ができないわけよ。まあ、それで仕方ないから、まあ、えっと、布団の中で収録してると。うん。まあ、そんな理由もあって、今日はね、手短で、まあ、パパッと、あの、サクッと終わっちゃうかもしれないですが、まあ、今日はね、あの、うんと、ゆっくり休んで、またね、明日、 頑張りたいと思ってます。そう。まあそこ、それでまあ今日はここで終わりと言っちゃう <laughs> 言わないよ。だってまた、またさ、3分しか喋ってないもん。そう。なんか喋り始めるとさ、また眠くなくなっちゃうんだよね。<laughs> まあまあ、それもまあ、いいや悪いやらみたいなんだけどさ。そう。まあね。うん。まあいいやらか悪いやらなんだけど、まあでも喋る。もうちょっと喋らして。 うんまああの、うんと、まあね、寝るマギアってことで、本当布団の中に転がりながら入ってるんだけど、今日は、何の話しようか。ど <laughs> うぞ、なんかね、たまにあるん、ね、だの、不吉な笑いするでしょ そう、寝る前にはになんかものすごく、なんか気持ちがあの、うんと高ぶっちゃって、そうそう、なんか人肌恋しい日があるのよそう、人肌恋しいっていうよりも、そう、あの、うんと快楽に酔いたいみたいな日があって、まあ今日はそういう日でさ、なんかもうあの、うんと、どうしたのなんか、 ねえ、私の体どうしちゃったのみたいな感じなんだけど、まあね、YouTube でさ、そういうちょっとアダルティーな話をガチでやっちゃってさ、まあ結果的にね、YouTube に目つけられちゃって、も困るから、うん、困るから、まあちょっとね、そういうあんまりガチガチの、そう、アダルティーなお話はできないけど、今日はね、ちょっとそういう日でさ、うんと、どうなんだろう、あの、うんと、みんなさ、 おもちゃって持ってる持ってるって。<laughs> どう、どう、なんか、鼻水が出てきた。<laughs> 鼻水が出て、しかもおならも出ちゃった。<laughs> そう、持ってるうん私、あるよ。そう、まあ、うん、うん、と、なんだろう。ほら、まあ、もちろんさ、私はさ、あの、あとお尻、専門だからさ、うん お尻専門だから、まあ、お尻でしかしない、息をしないし、まあ、あの、と体をいじってるわけじゃないから、あの、となんていうかね、うんと、大きくなるのよ。そう、大きくなるの。うん。もともと大きい方じゃないけど、大きくなるのよ。そう、だから、まあ,あの、触られたり、あの、したりとか、まあ、そういう雰囲気とかに、あの、 持っていかれると、もう体が反応しちゃうんだよね。そう。そうじゃなくても。いや、どうだろう、あの。 同世代の男の子なんか聞くと、まあ、えー、なんか、40代過ぎてからさ、朝全然元気ないんだよね、なんて言う人いるけど、私はね、なんか、あの、体調がいい時って、毎朝ってわけじゃないけど、毎朝ってことはないけど、まあ、週の半分ぐらいはね、朝ね、元気なのよ。そう、まあね、元気だっても、まあ、トイレ行くと、まあ、いつも通り、はい、落ち着きましたね、よかったよかった、みたいな感じなんだけど、 そうほんとまあそんな日もあってうんなんだけどねあのおもちゃさあるっていうかまあもともと持ってたのはあのなんていうのあれ <laughs> もともと持ってたのはほんとそうほんと前立腺を刺激するやつであの とまあ遠隔なんだけどあのうんと入れたままあの電源入れとくとあの電熱線が刺激されてもうほんと当すごいのよ <laughs> すごいのでもあのずっとえっとずっとうんとねクローゼットの奥に隠していたんでも私もそんなの忘れててさそう忘れててうんと まあ、昨日たまたまちょっとね、あのクローゼットの中で探してたらさ、あの、ね、お尻用のローションがあるの。<laughs> お尻用っていうか、あの乾きづらいローションがあって、まあ、あの、ね、男の子でも女の子でもさ、まあ、お尻の方が好きって人っているじゃん。いるじゃん。まあ、私はさ、あの、女の子と同じのついてないから、まあ、お尻しか知らないけどさ、そう。 うんとうん、と私がね、えっ、ー、と、まあ以前、うん、付き合ってた、うんとね、あの、20代後半ぐらいに付き合ってた彼女は、あまあ普通の女の子と付き合ってたんだけど、その子は、えっ、ー、と、お尻の方が好きっていうタイプだった。うん。そう。たまたまね、たまたま便秘、彼女が便秘で、もう苦しいからって、あの、うんと、 私がさあの、うんと、お尻に,にあの指を入れて、あのうん、と無理やりねあの、出したことがあったの。そうしたら、あのいやもしかしてお尻の方がせっかくもって悲しいだ、り、だんだんあのお,しお互いにお尻の研究にはまっていったというあの、うんと、そういう時代があったんだけどさ。うんあ まあ、男性でも女性でもねあのお尻が好きっていう人、うんまあ、男性の場合はそうお尻に入れたい入れるあのお尻にインサイトするのが好きって人もいれば、まあ、男性でもねお尻にあのででで前立腺マッサージされるのが好きって人もいっぱいいらっしゃるので、うんまあ、もしねあの カップルで低体期とかだったらお互いにね、前立腺マッサージを研究したらいいんじゃないかな。うん。そう、面白いと思うけどね。うん、まあ私はね、まあ、お尻専門なので、そう。あの、う、え、ん、っと、まあ、前立腺をマッサージするようなおもちゃがあるわけよ。ただね、あの、ただ、たまたま、 たまたまね、友達のね、友達の娘さん、娘さん、そう、えっとね、高校、高校2年生だと思うんだけど、まああの、うんと、たまにばったりあるわけよ。ばったりってか、まあ、長岡だからね、あるんだけども、まあたまたまね、うん、あの、1週間ぐらい前に会って、や、あの、どうなんだろうね。 まあ私もそうだったからさ、まあ高校の頃ってさ、まああの、どうだろう、早い、え、初めて経験ってやっぱ早い人は早いじゃん。で、どうなんだろう、あの、新潟、うん、まあ他の人とそんな話あんまりしたことないからさ、わかんないけど、私はね、割合と早かったの。うん、早かったの。そう。あの、男性の経験も女性の経験も早かったんだけど、 そう、まあ、高校の頃って、あの、もうほんと、そう、すごく、そう、花盛り。私の第一期花盛りが高校の頃。そう。で、第二期花盛りが、えっと、ニューハーフの世界で働き始めた20代前半の頃。 で、第3期は30代だからぐらいで、そう、第4期はまだ来てないみたいな感じなんだけど、そう、うーん、ほんと、まあほんともう、んと、ねえ、お尻が乾くことがないぐらい、なんか遊んでる時期が、まあ人生に何回か、まあある、あるっちゃあるの。そう、まあそんな頃もあるから、まあ、あの、彼女たちが、まあそういうね、うんと、 アダルティーなね、あの、おもちゃとかに興味があるとか、そういうのも、まあ、全然、ね、普通に自然でさ、そう。うんと。え、逆にさ、男の子より女の子の方がさ、多分、うん、体洗ってる時とかにさ、まあ、触っちゃって気持ちいいのしちゃうとか、そういうの早いんじゃないかなとか思うんだけど、そう。うん、私の周りでの女の子たちは、まあ、どうかな。うちの母親はね、そう、あの、 <laughs> なんかで喋ったけど、一番最初の彼は、あの、私の机の角だったって言ってた。<laughs> そう。あの、教室の机の角が一番最初の彼氏だったって言ってた。<laughs> 意外とそういう人は多いんじゃないのかね。そう。私の友達は、私の最初の彼氏は、えっと、んと、なんだっけ。あの、うんと、あ、ォーだったっていう子がいたな。そう。ォーが一番最初の彼だったっていう人もいてたな。 うん、まあ、あの、うんと、まあ、いろんな先の尖ったものありますからね。<laughs> そうそうそう。まあ、男子は、まあ、大体、あの、えっと、うんと、よくね、こんにゃくとかカップラーメンとかあるけど、まあ、今日、好奇心が旺盛な私は、カップラーメンもこんにゃくも試したことあるんだけど、いやー、ねえ、あの、ねあの、どうなんだろうね。 そんな、言うほど気持ち、準備の方が大変で、言うほど気持ちいいものではなく、それだったらね、あの、1000円、二千円でも、あの、大人のおもちゃの方が、そう、気持ちいいし、今だったらティンガの方が全然気持ちいいと思うんだけど、うん。そう、気持ちいいと思うんだけども、まあ、昔はね、こんにゃくとかカップラーメンとかよく聞いたのは、まあ、試してみた。うん。まあ、さすがにね、あの、 ニあの鶏とか、えっと、エイとか、まあ、イカとか、まあ、そういうお魚系とか、まあ、生き物系を生き物をねあやめるようなことはしたことないけどそうまああのんと昔のね試合いの中にはあの飼ってるワンちゃんをバター系にしようと思って本当に頑張ってた子がいたかなそう。 あの、バター犬ってさ、まあほら、あそこをペロペロさせる。まあ男の子でも女の子もそうだけど、あそこをペ,ラペロペロさせるために、まあそこにバターを塗って舐めさせるので、調教するっていうようなものらしいんだけども、そう、まあそれはね、あの男、男の子だけど、女の子なんだけど、まあ飼ってたワンちゃんをバター犬にしようと思って、一生懸命、あの、バターじゃなくて、あの、最初ホイップクリームでやったんだって。ホイップクリームで試したんだけど、 あの、うんと、当然だけどさ、ホイップクリームがなくなるとやめるらしいんだよ。<laughs> まあ確かに舐めてくれるらしいんだけど、そう、うんと、ホイップクリームがなくなるともうやめるわけ。そう、で、まあダメで、うんと、バターでやったら、今度ね、そのワンちゃんが太っちゃって、そう、それはやばいってことで、なんかもう諦めたみたいな、本当かどうかわかんないけど、そんな話をお酒飲みながらしてるとこの違いかな。うん。 まあ、その話は戻って、そのね、まあ、高校のさ、あの、私の友達のさ、あの、お嬢さん、娘さん、うん。まあ、あの、まあね、あの、まあ、そう、おもちゃに興味があるとかさ、まあ、それはまあ、そうだろうし、まあ、今だったらね、別にネットとかでさ、あの、多分、送られてきてもさ、あの、そんな、 ネットで買っても、中身が分かるようには来ないと思うからさ、まあね、包み方もあると思うから、まあ、ネットで買えばいいと思うんだけど、さすがにね、なんか、恥ずかしいのか、ネットで見るのも見れない。で、あの、ドンキーじゃなくて、ドンキホーデーとか行ってもさ、そう、アダルトコーナーあるじゃん。ドンキーで買っちゃえばいいじゃん。しらっとして買っちゃえば、なんて話もするんだけど、 そう、私にはできない、なんて感じで、そう、そう、実は、あの、えっと、出ィル欲しいんだけど、どうみたいな感じで、そう、え、ピンクローターみたいな可愛いやつだったら、そんな、えっと、数百円とかで普通にドンキーで出んじゃないのみたいな話を ただ、まあ、売ってるみたい。友達とかはそういうのを使ってるけど、私はさ、あの、ディルトって欲しいんだよね、なんて話をして、なんでディルトを知ってるのみたいな感じだったけどう、まあまあね、まあ情報はいっぱいあるわね。で、まあ欲しいんだけどさ、なんて言われて、え、それは私に買えって言ってるのみたいな感じでさ、やか ててくれれないなんて感じで言われるとまあ、ねそ、まあ、小さい頃から知ってるね、子だから、そ,それこそなんか、まだおむつして、ハイハイしてる頃から知ってるような子に、まあ、そんなこと言われると、うん、うん、うん、まあいいよ、みたいな感じで。そう。まあもちろん、お父さんお母さんにはないだし、そう。まあ、あの、まあ、年頃ではあるんだから、年頃っていうか、まあその頃に興味持って当然だしさ、まあ、あの、 もしかしたら遅い、遅すぎないみたいな感じもしないでもないから、まあ、あの、いいよ、みたいな、そんな感じで、うんと、まあ、定番のね、定番の、えっと、ギルドを、を Amazon で探して、こんな高くなかったら2000円くらいだったかな、う2000円くらいだったのかな、うん、で、うんと、ついでね、あの、彼女に渡す分と私の分も、 買ってみたの。そうそうしたらそうなんかほんとあれ、ね、私なんかあのほんと前立腺をマッサージするようなものはあのとかナル用のさナスビーンズみたいなのは、まあ、持ってるんだけどももうほんとあのねあのほんと形がそのままみたいなシリコンのやつってまあ私もね自分で持ったことなくて、まあ、初めてほんとさなんか触った感じとかあの ちょっとなんか、あの、ほんと、あの、微妙な柔らかさとかさ、そう、なんか本物っぽいよね <laughs>。そう、でもなんか、ほと、え、でもさ、あの、ガチの男の子はさ、もっと硬いよね、みたいな感じなんだけど、まあ、硬さはまあ、ちょっと色い々ろいろあるけども、で、そう、まあ、私の、うーん、どうだろうな、 私の経験の、経験の範囲だと、いや、私はちょっと、買ったのよりもうひ、もうちょっと長い人多かった気がするな、みたいな感じで。もちろん長さも太さもさ、選び放題だったんだけど、まあ、その、ほ、うんと、友達の子がね、これがいいって言ったのだったから、まあ、その子と同じものなんだけどさ。うん。まあ、そんな感じで、えっと、それがさ、あの <laughs>、えっと、 アマゾンの配達のお兄ちゃんがさ、またイケメンのお兄ちゃんが持ってきてくれるわけよ。<laughs> そんなのをね、あの、うんと、そんなのが、まあ、昨日でさ、うん、まあ、えっと、袋から開けてみて触ってはたものの、<laughs> そう、まあ彼女には、えっと、もう私の、うん、昨日のうちに、 えっと、昨日の、あの、学校の帰りに寄ってくれて、で、あの、届いたなとかで届いたよって言って、はいよって言って、まあ、もちろんね、あの、袋に入れて、あの、そのまま持って帰れるように、ありがとうとか言って帰ってたんだけど、まあ、その子がまあ使ってみたかどうかわからんけど、まあ、私のところにも同じのがあって、まあ、開けてみて、触ってみて、まあ、どうなんだろうね。<laughs> あの、その時に、まあ、ちょっと使ってみようかなと思って、えっと、 あのお尻用のローションを探すというか、探す、えー、というか、クローゼットの中に入ってるのを探したところさ、蓋がね、ちょっと微妙に開いてて、あの入ってた袋の中がローションまみれになっててさ、ローションも,、うん、もう半分ぐらいなくなっててさ、あららららみたいな感じだったんだよ。 そう。まあ、そんなね、あの、若話を寝る前に走ってますが、まあ、みんな、あの、ねまあ、いろんなおもちゃあると思うからさ、まあまあまあ、うんと、うん、楽しんでください。<laughs> そう。まあ、人間の三大欲求って性欲が一つだからね、そう。あの、別に、性欲は隠す必要はないと思います。うん。そう。 もっとオープンでもいいんじゃないかなと思うけどね。そう。まあ逆にあの、性被害、この、性被害に遭う女性も男性、そう、性被害は別に女性だけじゃなくて、男性も性被害に遭う場合があるわけだからさ。性犯罪というか、まあ、お互いがしっかり話し合いをしたいままの、まあ、セックスに関するトラブルっていうのは、まあ、なるべくね、皆さん避けるようにして、 そう。まあ、楽しい。ライフを過ごしてください。まあ、そんなわけで今日はちょっと短めなんですが、そう思ったの何年かぶりに大人のおもちゃを買っちゃいました。っていうお話です。はい。そんなわけで、まあこうね、恒例でした。もうね、えっと、6時になるので、うん、もう早く寝ます。はい。また明日。バイバイ。